そろそろエンディング変えようか。また随分いきなりね。どうしてエンディング変えるの？いやー、そろそろ新しい刺激が欲しいじゃん。それにパトパトチャンネルは常日頃から進化するチャンネル。今ならワンランク上のエンディングを作れるはずだよ。それじゃあまたみんなを呼ばないとね。いや、今回は大岡と石化で作ろうと思うんだ。私と大岡だけで、メインチャンネルのエンディングを。もしくはどっちかでもいいよ。ロカたちはそうしてるし。いやだないわね。ここは私がやったら揺れ合えるわよ。大岡が一人でエンディングなんてできるはずないじゃない。せっかちゃんこそ、せっかちゃんがエンディングに出たら暗くなっちゃうじゃん。私が出たらラブリーでハピハピしたエンディングができるよ。私だって、私が出たら落ち着いた雰囲気のエンディングが作れるわよ。私の方がいい。いや、私の方がいい。まあ落ち着きなよ。それじゃあどっちがいいか実際に作ってみようよ。それで僕が気に入った方を使うよ。つまりはパトの好みに近い演出をする必要があるわね。私はいつでも大丈夫だよ。よし、それじゃあ。今回パトパトチャンネルエンディング決定戦。ということで最初は誰がする？ここはどうせ大岡が先にやりたがるし、ここは様子を見ようかしら。はい、私がやる。仕方ないわね、トップバッターは譲ってあげるわ。ちなみに僕が決めたらそこで終了だからね。マジか、それは先に言ってよ。悪いね、せっかちゃん、最初で決まっちゃうね。早く撮影してきなさいよ。ふふふ、余裕がなくなってきたね、せっかちゃん。女同士の蹴落とし合い怖いな。それじゃあパト、早速撮影を始めようよ。わかった、それじゃあ隣の部屋で撮ってくるね。だ、大丈夫よ、私の方がいいに決まってる。それじゃあ撮影始めよう。いやー、これは最高の手応えだよ。随分長かったわね。準備に時間かかっちゃった。でもこれなら間違いなく私の勝ちだよ。まあ、パトの返事を待ちましょう。あ、帰ってきたわよ。ねえねえ、どうだった？私の演出最高だったでしょ。却下。返して、ひどい。まあ、見てみてよ。ご視聴ありがとな。動画は楽しんでくれたかな？面白かったらチャンネル登録お願いね。次回はパトパトチャンネルお願いします。想像以上にヤバかった。いやー、一部では需要はあると思うんだ。でも、ちょっと露骨にしすぎだね。可愛かったでしょ。確かに可愛かった、それは認める。おい、それじゃあ次は私の出番ね。まあ、さすがに石化は大丈夫でしょ。それじゃあ行こうか。まさにデスゲーム。帰ってきて早々のドヤ顔。私のセンスを名前で例えるなら、そう、奇跡かな。そうか、バカみてえな名前だな。なんとでも言いなさい、私の勝ちは確定したのだから。あら、もう戻ってきたの。編集早かったわね。まあ、編集してないんだけどね。え、なんで？まあ、見てよ。皆さん、ご視聴ありがとうございました。今回の動画は面白かったですか？気に入ってくださった方はぜひチャンネル登録お願いしますね。それではまた次で会いましょう。すごいな、せっかちゃん。私には真似できないよ。いやー、ね、面白いけど、なんか残念。大岡、パト、ちょっと席を外すわ。おお、姉御、どうでやしたか？なかなかだったでしょ。大岡姫には悪いけど、姉御が一番を。小さな親切、大きなお世話よ。でも姉御が大岡姫に勝つためにはネタで勝負しないと。そうそう、大岡姫の方が女子力高い魚からね。地球の果てまで飛んでけ、バカ鬼どもが。ああ、またガラスが割れた。また僕の能力で直しておかないと。結局どっちもダメだったわね。どうしようか。仕方ない、奥の手を使うか。奥の手。大岡、せっか、今から八頭身になってよ。え、いいの？というかあるの？うん、実は今回のエンディングは大岡と石化の本来の姿でやってもらいたかったんだよね。でも恥ずかしいな。どうしてもやらないとダメ。うん、これはパトパトチャンネルの新しい波なんだよ。仕方ないわね。ちょっと待ってて。まだかな。準備できたわよ。う、恥ずかしい。それじゃあこっちに入ってきてよ。どう？本来の姿で出てきた感想は？ダイエットしとけばよかった。顔だけだと思って油断してたね。それじゃあ早速その姿でエンディング撮影しようか。待って、せめて心の準備をさせて。この姿で撮影は慣れてないんだよ。
わかった。それじゃあ今から軽くトークをしてよ。その間に準備をするから。いきなり放置はダメだと思うよ。あ、行っちゃった。どうしよっか、せっかちゃん。とりあえず、さっきパパが置いていったカンペを読みましょう。私たち、大花とせっかは工業の場合、今後もどんどん出るから、皆さんコメント欄で応援お願いします。あと、今後の出番ではミニラジオ的なことができたらやりたいなって思っています。だって、せっかちゃん。まあ、工業の場合でしょ。とりあえずみんなの反応が薄いことを願うわ。もう、そんなこと言って、みんな、どんどん応援お願いします。準備できたから撮影しようよ。長かったわ。それじゃあ、撮影と一緒に、そのまま動画を終わらせるよ。まさかの一発勝負、容赦ないわね。それじゃあ行くよ、せーの。ご視聴ありがとうございました。楽しんでいただけたでしょうか。ぜひ気に入ってくださった方はチャンネル登録お願いします。他にも再生リストで過去の動画をまとめているので、気になった方はぜひ見ていってくださいね。それじゃあ寂しいけど今回の動画はこれで終わります。次回も私たちの動画を見てくれるとすごく嬉しいです。それでは次回も、楽しんでいってねー。